相手もいない。はい、どうも、始めていきたいと思います。先ほどですね、メールの方をいただいておりまして、まあ兵庫県の方ですね、島本さんかな。今は仕事中ですが、パソコン作業、しながら音声だけイヤホンで聞いています。外出するときはスマホで聞いていますということで、ありがとうございます。キャドですか？シェード使えますか？シェード使えますか？え、あの 3D プリンターで使うやつなんですけど、うん、それが使えるかなと、うん、キャドって製図とかで使うやつなんですよ。ごめん、キャドって何？あの製図とかを、製図ってあのまあ、うん、要はこういうやつを作るときに、うん、まあ、俺紙でしかやったことないですよ、実はまだ、うん、だってこう途中でやめてるんで、うん、それをパソコンの中でやる、これを設計図を紙に書くんですよ、うん、その紙に書くのを紙じゃなくて、まあ、パソコンの中でそれをやる、うん、製造するっていう、うん、それを CAD、へー、なるほどね。それを 3D に起こしてやデータでやるのをシェードって言うんですけど、うん、それシェード使えます？シェードね。あのリアルにちょっと求めてます。シェード使えるかどうかっていうことで、そう、あの俺じゃなくてチョコさんが、うん、そろそろ 3D プリンター動かしたいんで、うん、で実はあの天水さんと同じ。ああそうなん、あ、そうか、あ、すげえ、朝からロース1いいね、一番星だって。これ誰だろう、4403、これ誰だろう、これライブ見ていただいてる方かな、多分そうっすね。あの、あとはインスタ上げるとき、ツイッターと一緒でハッシュタグつけるといいです。ハッシュタグってどういうの？あの半角シャープ、うん、例えばさ、コーヒーとか、うん、それ大体、まあ検索に引っかかってくるってこと？そうですね、うん、こうハッシュタグコーヒーっていうワードで出してる人の記事をバッて出せるっていう、うん、なるほど。まあ、Facebook にもあるんですけど、ハッシュタグって、ああ、なんかやって、たまになんかそれでハッシュタグで投稿してるね、吉井ちゃんとかも。実はそれも、うん、この後に、まあ、ある程度、うん、そのハッシュタグの知識とかやり方とかが、うん、浸透したらそれで稼ぐ方法出るよって言って、うん、言ったのが多分1年ぐらい前に俺言ってるんですよ、うん、Facebook でも、うん、やっとこれある程度浸透してきたかなっていう。ああ、なるほどな。ハッシュタグ裏機能みたいな、裏機能、それこそ本当ハッシュタグ機能が日本の Facebook で採用され始めた頃に俺出してるんで、へえ、なるほどね。まあまあ皆さんスルーっていう、あ、スルーしてる情報が実際今まで全部当たってきてるんで、うん、まあ、このさっきですね、さっきというか、まあ、僕はインスタグラムと、バインっていうのを初めてやらせてもらったんですけど、まあ、早速レスポンスが来てるんで、結構な早いレスポンス、うん、こう、あなたをフォローしましたっていう、こう、なんか、まあ、こんな感じでフォローしましたっていうことでフォローが来たりとか、まあ、すごく来てます。はい、これちょっともう一回インスタグラムとあのバインリアルタイムで生放送しながらやってみようかなと。まあ、今ね反応がないので、ちょっと反応をインスタグラムとかからねちょっと撮れれば。インスタグラムはちょっとおしゃれな感じですよね。あ、おしゃれですね。完全おしゃれですね、うん、おしゃれで何を撮るか、みかんを撮るって。まあ違和感しかない。違和感、おしゃれみかん。どうすれば、あ、わかった、今浮かんだぞ、アップルとみかんみたいな。アップルとみかん。いいでしょうね、アップルとみかん。アップルとみかんどうだ、これどうすか、うん、アップルとみかん、アップルとみかん、はい、アップルとみかん対決。これちょっと今インスタグラムにアップしてみようと思います。アップル VS みかん、アップル VS みかん、どうだろうな。インスタグラムの方でも加工できるので、まあ、僕これ人生2発目のインスタグラムの投稿になるんですけど、
と、ここ、これでいいの、ここだっけ、あの真ん中、真ん中、真ん中で、ライブラリ、ライブラリ、うん、で、これで選んで、選ぶのはここ、下に出てるんで、で、次へ、あ、次へか、で、あと編集だね、あ、これいいんじゃない、おお、なんかレトロっぽい、レトロっぽい、なんか、これだ、こっち行こうか、で、投稿するとここに、これであのハッシュタグ、うん、半角シャープ、半角シャープ、半角、アルファベットの方がやりやすいと思うんですけど、まあやりやすい、それっす、うん、で、みかんみたいな、みかんとか、うん、で、また半角開けて、半角です、これそう、あの新しくハッシュタグ入れるときは、まあ、基本的に半角は入れてあげた方が、うん、他の人がタッチしやすいんで、うん、また何か入れるんだ、アップルとか、ああそうだね、マックとか、あそうか、アップルとかね、アップル、あ、アップル、アップル、あとあマックとかね、そう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 、アップルで、あ、今ね、ハッシュタグのちょっとレクチャーを受けてるので、それ。ハッシュタグをするとどういう効果が、あの検索結果というか、その、投稿した人のところに出てくるのかな、コーヒーとか、例えば今みかんとアップルとマックっていうキーワードをハッシュタグで入れて、そうすると、タイムライン上にその関連した投稿として出てくるってこと、同じハッシュタグをつけてる投稿がドベって表示されます。ああなるほどね。例えばこれだったら猫ってあるじゃないですか、うんうん、これ猫ってタッチすると、うん、このハッシュタグ猫って投稿されてる写真がドバッと出るんです、こういう今みたいに。ああすごいね、なるほどね。そうそう、ではこの関連で、うん、でまあ、その投稿を 一気に見れるよと、うん、それってのは自分のローカルのやつが出てくるの、いや他の人、あ他の人、他の人、インスタ内に投稿してる投稿が出ます。ああで、で他の人にでもアクセスいっちゃうじゃん、それいきますよ、うん、でアクセスっていうか他の人をから呼び込める、あ呼び込めるんだね、そうそうそう、なるほどなるほど、なるほど。じゃあ今呼び込んでみたいと思います、レスがないので。あメール来てた、あ、来てる。あ、3D はいけないですか。あ、いえいえ、こちらこそ。3D は書けます。残念ですと。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ただ、こっちの純粋に、仕様なんで、気にせずに。まあ、あと、ハッシュタグの付け方としては、うん、こうハッシュタグ1個、猫って入れたら、うん、それ以外関連で、うん、キャット、漢字の猫、猫部、ね、こういうふうに出てくるんで。うんまあ、この関連をどん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 突っ込んでいくっていう。なるほど。まあとりあえず3つ入れてみました。Yes. でこれで文章を入れていいのかな。あもちろん。だ文章を入れるんだったら、うん、先に文章を入れて後からハッシュタグの方がいいです。あじゃあ OKOK、うん。これハッシュタグだけでもおかしいよねなんか。いやでもそうでもないですよ。あそうなんだ。あそっかだってあの基本がインスタグラムってあそっか写真なんで。写真なんそっかそっか。そっか。まあアップル。アップル VS みかん。アップル VS みかん、うん、VS、 本当はねそんな感じで短文プラス、うんまあ、ハッシュタグでやってくるんですけど、これもうネットビジネスの人間違った使い方をしてて、うんうん、いやめっちゃ長い Facebook と同じ文章を作って、うん、でケツにハッシュタグなんですよ、うんうん、読むかと。ああなるほどね。要はまあまあまあそのあれですよ、要はその媒体に合わせたものをやらんとあかんってことですよね。そう、あとはこれみたいに、うん、そもそもここの投稿の文章から、うん、あの URL 飛べないのに入れちゃうっていう。ああなるほどね。う、うん、でさらに言うとあのスマホから見るじゃないですか、コピペできないんで URL 実は。ああ なるほどなるほど。なんでこれこそ本当何も知らないで無駄なことをやってる、ただスパム投稿の元になるっていう。なるほどね。だこれやるから市場はなくなるんだっつってのに。だからまあちゃんとそのなんだろうな、その媒体の特性を理解するってことですね。そうなんです。で特性を理解せずにやってる人が非常に多いと。そうそう、でそういう人たちが自分たちでわざわざと、うん、市場を荒らして市場を消していくと。そうそうそう、うん、まあこの投稿好きっすけどね。ああなるほどね、うん、そう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 、まあ綺麗なお姉さんは好きですかと。まあそう、女性は卑怯だよね。だからそうなんですよ、女性はそもそものスタート地点が違う。そうそう、だからまあ女性は本当にねやった方がいいんですよ本当に。
もう引きこもりがどう勝てと。そう無理だよね男が。無理です。しかも男もまだ見た目いいならいいですけど、うん、ベース引きこもりはどうしたらいいんですかね。そうだね。そうそうそう。今 Facebook と、Twitter、両方でシェアするということで今やりました。じゃあこれ、シェアします。タグ付けはどういう意味？インスタのタグ付けは一緒です。Facebook と同じ感じ。ああ、じゃあ、うん、その仲間になってる人。イエス。はい、今、インスタグラム人生初の2回目投稿やりました。これですね、Apple vs、投稿がですね、Apple vs みかんということで投稿させていただきました。で、Facebook ちょっと見てみましょうか。あ、じゃあ Twitter ちょっと見てみましょう。Twitter と Facebook で今、了解しました。あ、今ですね、Apple vs みかんということで、Facebook でも今、投稿なってます。まあ、こんな感じですね。あのリンクがただ出るっていう。で、次は Facebook 行ってみましょうか。 Facebook がFacebook が今どういう、あ、来ましたね。こういう感じで今 Facebook で、シェアされました。Apple vs みかんということで、はい、こんな感じで、投稿されました。で、さっき今投稿、インスタで投稿した結果、どうなったかっていうと、まあ多分これツールかどうかちょっとわかんないんですけど、この、あ、これはあれですね、僕の Facebook でつながってる人が1分前にフォローしてくれましたね。はい、1分前にフォローしたっていうことで出てきました。まあ、基本的に、うん、インスタから、うん、まあ、シェアでシェアしてそのまま Facebook 上げるときは、うん、必ずなるだけ、なんだっけ、ハッシュタグは入れるようにしてください。入れた方がいいの？入れた方がいいです。なんでかっていうと、まあ、もちろんインスタ側はインスタ側で引っかかるんですけど、うん、Facebook 側は Facebook 側でそのまんまあのハッシュタグ使ってもらえ使えるんで、うん、要はインスタ側でのハッシュタグの検索結果、Facebook 側でのハッシュタグの検索結果って別のユーザーが引っ張ってこれるんで、うん、なんでつけないともったいない。ああ、なるほど。じゃあ、基本インスタグラムで何か投稿するときはハッシュタグを入れる習慣をしろと。そう、まあこんな感じです。こっちは Facebook なんで、うん、で Mac、あ、今 Mac で出したってこと。ミカアンでやると。うん、Facebook 上でみかんって投稿してる人が、あ、本当だ、 Facebook 上でも反映されるんだ。反映されます、ハッシュタグは。ああ、なるほどね。なので多分これでいい加減、うん、いい加減っていうかそろそろハッシュタグの使い方も浸透してきてる感があるんで、うん、近いうちに Facebook でハッシュタグ使って稼ぐ方法とか出てきます。うん、なるほどね。まあ、種明かしするとオリジナルのハッシュタグ作ってそれで検索されたら全部自分の記事出せるようにしちゃえっていう内容です多分。うん、なるほど。そうすると、その時に、うん、ハッシュタグで検索して出すじゃないですか、うん、そうするとその時に出てくるものが全部自分の情報になるんで、うん、いや見てる側はその自分オリジナルの情報しか目に入らなくなるんですよ。なるほどね。そうするといやでも選択肢がそこしかなくなるっていう、うん、なるほど、なるほど。これは、インスタは名前は自分の名前で作ってる？インスタは、そうですね、ケンタ 1007M とかな。まあ、じゃあインスタどうしようかな。インスタ、まあ、本名でいこうか。そうですね、ケンタ 1007M で作ってます。うん、まあいいや。インスタって検索結果に反映されるの？それはないか。何の、Google の。Google のそこはないか。かかったとしても弱いっすね、弱い、インスタ、うん、基本写真になっちゃうんだよ。そっかそっか。あ、じゃあ写真、画像検索でインスタって反映されてんのかな。あ、その気はあるかもしれないですね。その気はあると、うん、じゃあまあもう本名でいこう。あ、ツイッターも全部本名でいこうかな。なんか八丁堀で働くなんとかにしてるから。入ってますな。うん、だからこのツイッターのアカウント取ったのがもう5年前ぐらいなんだよね。あ、でその時になんか
サイバーエージェントさんの藤田さんが渋谷で働くなんとかで本出してるじゃん。ちょうど事務所がそのツイッターのアカウント取った時は5、6年前で渋谷だったの事務所が。渋谷で働くってパクってで渋谷 で今八丁堀だから、八丁堀ってなんやねんって。もう俺なんてツイッターアットケンタですよ。アットケンタ、いいじゃん。じゃあ俺の場合さ、特定証で名前検索されるから、あだからそれでもう本名で全部よし。これであのインスタグラムのプロフィール設定も完了しました。でちょっとねツイッターの方もちょっとプロフィール変えようと思います。これを名前変えよう、吉谷拓郎にしよう。はい、吉谷。まああとよくネットビジネスやってると、うん、ね、あの稼ぐ、ツイッターで稼ぐノウハウとか言って、うん、まあ、よくあるじゃないですか、フォロワー増やしましょう、フォロワーなるだけ1対1とかにしてどんどん増やしましょうって、うんうん、個人のアカウントやってないですからね、そんなこと。なるほどね。フォロー75、うん、フォロワー167。なるほど。あんま育てる気がないっていう、うん、いや俺もツイッターも適当だからさ、うん、まあ、ツイッターの場合はなんだろうな、あの要はあのなんか、まあ、YouTube と今ひも付けしてるんだけど、はいはいはい、YouTube で新しい動画今俺結構アップロードするから、そうするとデフォルトで Twitter とシェアしますかみたいな。ああなりますね。そうそうそう、だそれで設定してる。あだからその YouTube で新しく動画追加されるって瞬間に Twitter でもつぶやかれるみたいな。それ拡散するんだったら拡散は拡散アカウントでやりゃいいじゃねえかと思って。ああそうだね、まあ、いろいろあるかね、やり方が。何も自分のアカウントを汚す必要はないかなと思って。うよし、これでまあ Facebook の画像と、まあ、全部この怪しい画像になったな、プロフィールが。まあでもこのねプロフィール写真結構ねあの好評だよ、なんかこのなんかインパクトがあるから。こいつもともとはそれなんだっけ、ハロウィン時かなんかでやったやつ。いやこれはなんかあのうちの塾生さんの中でそのあの写真館やってる人がいて、はい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 、でその写真館やってる人が2年前ぐらいだったかな、なんか電話で塾入りたいんですけどみたいな相談があって、俺がクロージングして入ってもらったの。ほいほい。でそれから2年経って Facebook でメッセージが来て、でちょうどその時にあ、そういえば写真やってるんですねみたいな、まあ、ずっと連絡取ってなかったんだけど、写真ちょっとプロフィール写真僕表に出ることになったんで写真撮れますかみたいな、 あ全然いいですよみたいなで行って、で俺小道具持ってっていろんなバージョン撮ったでそのバージョンの一つ他のバージョンがどれだけ荒ぶってたかもちょっと気になるんですけどね。いやこれだけ荒ぶってた、普通の真面目なそのパソコン座ってるやつとか要は LP とかにその使われてたから、普通のをこう撮ったんだけど、なんでか知らないけど荒ぶってるのを使っちゃってるってでもこれまあこれ超持論なんですけど、うん、普通の写真ほどクソつまんないもんないですよね、うん、だからインパクトあるやん、だからまあいいかなっていう、うん、なんかまあなんかまあ思われ方はちょっと人それぞれかもしれないけど、うん、インパクトがあるからとりあえずいいかなっていう、うん、ネットビジネスの人といえばね、うん、だってもうスーツ着てこれが定番なんで、だからそれが定番、いや俺も定番取ったよ、定番取ったんだけど、あれフェイスブックページかなんかそれ使ってませんでした？そうフェイスブックページは一応定番、一般のユーザーが見るから、うん、っていうことでやったけど、あっちもこっちにしようかなこっちの方がインパクトあるからさ、うん、あれもう全部これに統一しちゃおうかな、わかりやすいもんね、わかりやすい、じゃあちょっと統一しよう、今統一しちゃいますもんもうこれにしちゃおう、うん、俺一個だけ決めてるのが絶対それをやらないって決めてるんですよ。何がスーツ着てドヤ顔のこれ。ああなるほどね、うん、ちょっと今ですね変更しますフェイスブックページ。あでも6人見てる今、おーありがとうございます、7名いらっしゃい。あでもこっち、あでもこっち消したからね、そっち切っちゃいました、うん、じゃあ僕のフェイスブックページまだ2投稿しかしてないんですけど、それをですねプロフィールちょっと変更しようと思います。うん、まあこれインパクトねえなあこれ全部一緒にしようかな、一緒にしよう、両方一緒にしよう。フェイスブックページって別にあのフェイスブックやってなくても見れるんだよね。見れます。そうこれ全部一緒にしよう、フェイスブックページも分かりやすくしよう、全部一緒みたいな。
来た。インパクトあるね。変わる瞬間が超面白い。だいぶ変わるね。一瞬で変わるね。ひどい。変わりようが。ひどいね。だいぶひどいよ。これはもうこれ一緒にしよう。もうこれで変えないっていう。このね、毎日が冒険っていうのはね、僕の中でそのすごくインパクトがあった本なんだよね。なんかこのちょうどこの10年前にこの本読んで、その時ニートというかバイトしてて、はいはい、で友達の家行ったらこの本があって、もうこれ面白いぜって言われて、もうじゃあ読んでみようかなって、読んだら超面白くて、これでなんかこの本がきっかけでちょっとなんかやりたいなと、なんかちょっとっていう、なんかそういう気持ちにさせてくれた本なんだよね。だからこれは結構僕の中であれだね、あの人生が変わったというか、本読まないんで俺、またまたこれが。そうだね、漫画しか読まない。頑張ってちょっと書こう。だとりあえず広告出さなくて頑張って、とりあえず記事書こうかな。だよね、まず記事ないとね。記事ないと。はい、今ちょっとですね、今 Facebook ページもですね、まあ普通の通常のページと、まあ、Facebook ページ全部一緒にしちゃいました今。うん、こう見分けがあんまつかへんな。よし、これでいいや。はい、まあ Facebook ページの方は僕真面目に書こうと思ってるので、まあちょっと今時間がないっていう言い訳をするんですけど、まあ、こっちが通常の、個人のアカウントです。で今ちょっと Facebook ページと同じにしましたもん、これを。うん、同じにした。はい、これでまあまあ全部統一するっていう、あの Twitter のやつも一緒みたいな。はい、Facebook のカバーって変え、なんか Twitter か、Twitter もなんか変えられるよね。カバーもアイコンも変えられるよね、アイコンも。ツイッターのアイコンそれやったら衝撃。あ、でもこれにした、さっきツイッター。あ、そうだ。うん、これでカバーか。これ色もなんか変えられるんだっけ、ツイッターって。なんか、あ、変えられる。な、ケンちゃん何色にしてる？俺なんだろう、僕全然覚えてないです。てか多分そういうここら辺変えられるの知ってていじんないのが俺なんで。ああ、そのデフォルトでいくみたいな。そうそうそう、あえてそれでもいいかな別に。まあでもな、全部統一した方がいいかな。ああ、なるほど。あ、でも これなんか背景黒とかにしようかな。てかそこ画像入れられますよ。どこ？あ、ここ、そこ。あ、ここ入れられるんだ。プロフィールを編集から、うん、あ、本当だ。本当だ。じゃあこれちょっとこれ入れてみようかな。あー、ちょっと汚ねえな。サイズと位置調整。でかくない。でか、あ、なるほどね。これ入れない方がいいな。これは色変えられるのかな。あ、テーマカラーが変えられる。そうそうそう。パソコンからなら変えられる。あ、テーマカラーが変えられるんだ。テーマカラー真っ黒にしたろうかな。これはコード、カラーコードか。ちょっとレス、今ちょっと何もないので適当にやっちゃってます、すいません。あの仕事というか来てないですよね。来てない。あの、うん、まあ、あのいただければそっちに切り替えますので、まあ、ケンちゃん何かあれば。まあこんな感じでございますよ、配信って、で今ね、じゃあ俺かちょっとね、この横っちょで何してるかって、うん、あのあれやってます、あのツイキャスじゃねえや、うん、インスタグラムのフォロワー管理をこっそりと、うん、なるほどね。これで今俺が片思いしてるのは一人だけになりました、うん、片思いしてる、片思い、あ、これどう、これでいくね。これいいよね。黒い。これいかにもみたいな感じだね。よし、できましたよ。あ、インスタグラム反応がありました。いいねがいっぱいついてきた。これ
どうですかこの威力。さっきインスタに1枚の写真アップしただけですけど、いいねがついてます。まあこれでですね、まあ100時間やってよかったな。もう新しいことにやっぱチャレンジすること大事ですからね、うん、だから今日人生で初めてインスタグラムと、あとバイン、またちょっと動画なんか撮る、あまたね、もうちょっとないからバイン動画撮ってアップしようかな。バイン動画撮ろう、うん、まあちょっとね、すいません、レスがすいません今ないので、ちょっと自由にやらせていただいております。まあまあ見てる方ね、もし見てるだけじゃなくて何か入れてくれたら喜んで返信する、返信つか答えるので、うん、まあ、ガンガンコメントとかね、メールとか、まああとはもしくはメッセンジャーとか投げても、 LINE とか投げてもらえたら嬉しいかなと思ってますよ、うん、そうですね、まあそんなコーナーでどんどんこのまま進んでっちゃうんで、そうですね、はい、今でもですね、僕の SNS 周りがだいぶちょっと強化されましたね、今すごいな、どんどんどんってあれが出た。そう、まあ今のね、Twitter ちょっとやったんですけど、どうですかこれ。結構ね、インパクトありそうじゃないですかこれ。どうですか、カラー黒みたいな黒、はい、まあ僕黒好きなんですよね。あの車も黒なんですけど、黒って何にも染まらないというか、全部吸収するじゃないですか色って。なんかあのいろんな色ぐちゃぐちゃに混ぜても結構黒になるし、黒が濃いと色々入れても吸収するじゃないですか。だからいろんなのを吸収するみたいな、うん、まあ白色でなんかいろんな色でこう綺麗にすることはできるんですけど、どちらかというと僕黒の方がかっこいいというか、車も全部ホイールも全部黒なんですけど、黒が好きですね。まあ、そんな話どうでもいいって感じですかね。まあじゃあせっかく色の話題が出たんで、おなんかなんかいや、あのビジネスには繋がらないですけど、うん、まああのこの時期って、うん、まあ今12月ですよね、うんうん、まあ、これからあの公立高校とかのね、うんうん、まあ、推薦入試とか始まってくるじゃないですか、どんどん、うんうんうん、でその時に実は意外と色の、うん、あなたの入学に対する今の心の色は何色ですかって聞かれることがあるんですよ。おそこでまあ大体の人は白って答えるんですよ。おあの真っ白な気持ちは新しく入学して頑張りますっていう。なるほどね。実は何色がいいかって黒なんです。なんでもう染まらない頑張るぞっていう、何にも染まらないしっかりとした意識を持って待ち構えてますっていうのが黒。要は何色にも染まらないっていう。あなるほど、まあ、黒色なんで、うん、まあ、そういうところ、実はそっちの方が評価が良くなるよだったり、うん、あるんです。あと赤とか、うん、では燃えたぎっている色ですとか。ああなるほどね。あの白だと結局まあ言っちゃえばフラフラしちゃうような、うん、色っていうとらわれ方をすることがあるので、うん、まあ、一概には言えないですけど、評価が上がりやすいのは実は黒です。ああ、うん、へえ。実は俺も高校推薦で行ってるんで。あそうなんだ。やめたくせに推薦っていう。へえすげえ。なるほどね。実は中学校の時内心良かったんですよ。うん、まあバスケ部キャプテンやらいろいろやらせてもらってたんで。すごいな。そうそうそう、すごい。内心だけ良くていざ行ったら辞めるっていう。しかも俺行った年、うん、なんか一番多かったらしく辞めた人数が。へえ。とてもじゃないけど学校行きたくない。なるほど。ああ出てきた。ああなるほどね、こういう感じなんだ。今ちょっとあのインスタグラムを PC でちょっとログインしてみたんですけど、まあハッシュタグどうなってるかっていうと、まあ PC の方が見やすいと思いますので、先ほどですねあのこういうやつを写真投稿したんですね。でここにハッシュタグみかんとアップルマックとかでこうハッシュタグ入れてます。ちょっとこれクリックすると、あ、マックだとなんか女性のこれが出てきますね。なんか外人が出てくる。さっきみかんでやると、みかんをクリックすると、なんかみかんと、なんか、ね、猫の画像が多いですかね、みかんと。あ、これとか面白いんじゃないですか？うん。うん。なるほど。あ、こいつもいい、こいつも。こいつもなかなかインパクトある。これ。あ、これ面白いですね、これ。やっぱインスタってそういうもんなんですよ、やっぱり。なるほどね、こういう表現の仕方があるんだ。あ、これ勉強になりますね、めちゃくちゃ。こういう表現の仕方あるんだって。写真一つでも表現の仕方ってたくさんあるので、なんだ、写真一枚でも伝えたいことを伝えるっていう、
なんかね、これ面白いですね。あ、すごい。なんかみかん一つでもこれ面白い、個性が出てマジで面白いですよ。今見てたんですけど、なんかみかんっていう題材で、まあ、いろんな感じで皆さんこう写真撮ってるんですよ。みかんで今入れてきたんですけど、例えば面白いなと思ったのがこれとか、これ良くないですかこれとかね。まああと女性の方だったらこれとか、これこれ、いや本当みかん一つでこういうなんか表現の仕方こう参考になりますよね。ああとこれとか、これ面白いな。これみかんいっぱいあってここになんか一つ二つ顔があるみたいな。あ、これ勉強になるな、参考になる、なる、なるほどね。じゃあここで、うん、あの地味に色彩学に基づいた、うん、色彩学に基づいた、割と好きなそういうの。おーマジで。そう、あの写真で簡単にちょっと人目をね、うん、引くような小技を一つ。お、小技来た。そう、小技、あの反対色でやるといいです。反対色っていうのは要は激烈な違和感を持たせる。ああ、なるほどね。そう、まあたよくね、コピー書くときでもたまに使わないですか。ああ、使う使う。要は反対語みたいな、ね、そう、それと一緒です、うん、例えば黒に白入れたり、うん、なるほど。そう、あの赤に緑を入れたり、うん、要は あの赤いタヌキと、違う、緑のタヌキと赤いキツネがあるじゃないですか、うん、あれって赤が入るんです。ああ、なるほどね。そうそう、注目させたいものの周りに反対色を入れてあげる、うん、そうすると真ん中に目が行くんで、うん、そうするとあれって一瞬目を引けるんですよ、うん。まあ、写真とかで、ね、絵とか画像とかを使ってやるんだったらそういう色をちょっと気にしてあげると、うん、まあ、注目を集めやすいかなと、うん、いう小技が、まあ、あるんで、よかったら使ってみてください、うん。まあ、反対色を使えるってことですね。まあ、それやらなくてももう見た目でインパクトにはいいんですけど、うん、絵頭みたいに 上半身裸下タイツでドーンとかって言ってもいいんで、ドーンみたいな。そうそうそう、うん、はい。まあ、ということで、まあ、ちょっとねレスポンスがないので、うん、ちょっとあのバイン新しくちょっと作ってみましょう。そう、ほらね、あのこうやってレスがないとね遊び始めちゃうんだよ。俺もそうだったでしょ、うん、いや俺はレス来てても遊んでたけどさ、もういやでもだってでもこれでもシェアできるじゃん。要は今これ作って、今リアルタイムで作ってそれを投稿してどういう反応があるのかっていうのを伝えることができるんで、まあ、ネタ的にはいいんじゃない。ネタ的には面白い。リアルタイムで進んでいくっていう、リアルタイムでコンテンツ作ってそれでアップしていくみたいなね。あのまああの見てる方から何もないんで、うん、まあ、逆にもし YouTube がちょっとまあ、ハードル高えなって思うんだったらバイン使ってみたらいいかもしれないです。うん、バイン結構これ簡単っていうか、やり方を覚えればまあ、これ動画を押すんだよね確か。動画、まあ出てる映像を押せば、押せば、なんか動きがあった方がいいんだよね。動いた方が面白いっす。なんだろう、このサイレントな感じ。できたできた。あの俺ここだけ見てたからあれなんですけど、多分見てた人クソ面白いっすよ今の。あ、ガラスがなくなっちゃった。ガラス取りたかったな。まあいいや、これでいく。とりあえずもう一発 OK で、ちょっとガラスが取りたかったけど、いや、これでちょっと投稿してみたいと思います。ちょっとね、今このアングルを最後撮りたかったんですけど、ちょっと時間が足りなかったな。じゃあこれ Twitter と Facebook、共有、投稿共有してみたいと思います。はい、来ました。で、
今、投稿したんですけど、どうなってるかな。あれだ。ちょっとな、出てこないか。ツイッターがうまく反映されてないかな。これね、ツイッターもね、よく僕もね、全然使ってないんでよくわかんないんですよね。あー、うまくツイートされてないな、フェイスブック。あ、来た来た来た。バイン。バイン来ました。バイン。今、シェアされました。で、どういう感じかっていうと、バインの動画これです。いきます、バインの。あ、バインのプロフィールも変えないとあかんな。一発目ひどい。はい、今バイン6秒動画できましたよ。女子高生にこれ僕人気になるかな。頑張ります。バインもこれあのいけるかな。あ、バインってパソコンからもログインできるのかな。できなくはないと思うんですけど、どう。基本アプリか。あ、あったバイン。オフオフ。ログインがあったけど、これツイッターで、あの本当なんか言っていただければそっち切り替えますんで。またいい大人が何の悪ふざけをしているんだっていうね状態ですけど、ね、まああの基本長丁場やるとこんなもんです。うん、こんなもんです。ただあの喋りながらね、楽しみながらネットビジネス配信しながらこんなことできるやつ他にいねえだろってことです。うん、そうだね。そうそうそう。あ、これは反映されてないかな。あ、さっき交換したからかな。あ、来た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 。ツイッターに反映された。ひどい。ツイッターに反映されました、今。まあこれ、簡単だね、バイン。バイン超簡単ですよ、これ。これ今、ツイッターなんですけど、ツイッターに反映されました、今。あ、これちょっとバインいいね。で、実は今、うん、バインかけるツイッター、ツイッターをやってる人があんまいないんですよ。うん、今ツイッターから見たらそのまま反映されてるじゃないですか。うん、要はこれどういうことかっていうと、うん、まあツイッターでシェアするじゃないですか。うん、で面白い動画、今みたいな入りのすごい動画とか、うん、話題になる動画を上げると何がそこで起きるかって、うん、リツイート拡散が起きるんですよ、ツイッターって。ああ、そっかそっか。そう、それで一気にバイラルが広げられるっていう、まあ間口ができる。あ、俺そういう使い方をすれば、俺何本でも俺作れるからなんかいけそうだね。いやマジで。ただそれがいい意味で広がるか、うん、悪い意味で広がるか知らないですよ、俺は。なるほどね。そこは責任取らないですよ。うん、まあいいよいいよ。全然いいよそれは。ただまあ普通のネットビジネスさんたちはこういう使い方をしないんですけど。そうだね、俺はあえていくっていう。ただ逆言っちゃう、これが本来のネットビジネスの使い方ですからね。そうだよね、だってその SNS の医療だもんね。そう、いやバインだけだと大してね、まあ広げることはできなくても、この短編動画のインパクトって絶大なんで、うん、でそこからどこにつなげていくかっていう使い方をしていけば、うん、まあ逆に長い目で、ね、見て、うん、生きる長い間生きていける生かしていけるノウハウとかね、うん、そういうビジネスモデルは構築できるんじゃないかなと、うん、なるほどね。そうそうそう、コンテンツ、なるほど。でもこれ
例えばツイッターで、うん、もうあのバインばっかりシェアされててずっと動画流れ続けてたらすごい衝撃的ですよね。あ、確かにそうだね。全部が動くっていう。うん、確かに確かに。これすごいな。でもプロフィール、なるほどね。でもこれ使っちゃえば要はツイッターを動く動画の掲示板にできるんですよ、自分のところを。ああ、すごいね。だって毎回流れてもこれ自動再生だもんね。自動再生です。すげえなこれ。で、例えばこれを普通にツイッター見てる人が急にこの短い動画がボコって出てきて、うん、その衝撃的なものが出てたらどうかっていう、うん、そうだね。そう、でも逆に短編動画をわざわざ何回も撮って作るんじゃなくて、うん、1つの、ね、6秒ただ撮っただけっていう動画を作ることもできるんですよ、逆言えば、うん、なるほどね。もう多分みんなこっちの使い方をすると思うんですけど、うん、逆に6秒の動画、6秒を1つとして作って、うん、それをツイッターの方で拡散させるっていう目的で使えば、うん、それはそれまたバインとは別の使い方でツイッター拡散を狙えるバインの使い方になるんですよ。あ、なるほどなるほど。そうそうそう、うん、まあ今思いついて言ってるんですけどね、うん、いやいやいや、全然あれでいいと思います。あの今こうやって言うけど基本思いつきで言ってます、うん、なんでできると思ったら勝手にやってください、うん、これでもすごいね。バインはツイッターと連載だよね。連動できます。で、インスタグラムがフェイスブックとツイッター両方。イエス。で、まあ YouTube は、ツイッターと Google プラスがデフォルトで、連帯機能ついてます。まああとは、ワードプレスやってる方は、まあプラグイン入れれば何ぼでもいけると思うんですけど。うん。あ、あと、アメブロも、何が、インスタだったっけ？アメブロはツイッターとフェイスブック。ツイッターとフェイスブックか。なんだけど、まあ基本的には、うん、シェアおすすめしてないです俺は。うん、なるほどね。シェアする利点がないんで。うん、なるほど。はい、ということで今ちょっとまあ どうですかね今ちょっと僕の Facebook 見てる方だったら出てくると思うんですけど、目が覚める動画ができました。うん、そうだね。もう10時半も過ぎたことだし、いい加減目を覚ませよってことです。うん、いや、これでも100時間中新しい試みですよ、僕の中では。だから、新しい試み、人生初のインスタグラムとバインやってるので、この100時間ライブ見て、ちょっとでも見て、なんか違うことにチャレンジしてほしいです。じゃないと、違うことにチャレンジしないと、何も人生というか、まあ人生って大きい、なんか人生なんていうと大きいフレームワークになっちゃいますけど、人生を変えるきっかけは違うことやらないと、結局何も変わらないので、それがダメだったとしても、うまくいかなかったとしても、違うことにチャレンジしないと、本当に新しい自分にはならないので、新しい結果、新しい失敗っていうのは得られないので、まあ、ぜひ本当に、なんかこの100時間を見て、まあ、全部は見れないとは思うんですけど、ちょっと見てなんか感じたことは、今までやってないことにチャレンジしてほしいかなと。で、チャレンジすることは、例えば Vine とか Twitter とかなんかこの、なんだ、Instagram とかは無料ですから、何の金銭的リスクも何もないわけですよ。だから本当、やった方がいいと思います。やって損はないよね、別に。ないっすね。ないよね。だって無料じゃないですか。うん、しかも今はだって数秒ですよ。インスタグラムなんて、今、インスタグラム6秒作るのに僕作ったの多分2、3分ですよ。ちょっと考えて。こうやっただけですけど。たった2、3分ですよ。時間取れますよね、2、3分だったら。うん。あ、メール来た。お。やっと来た、レスポンス。来ると嬉しい。あ。YouTube、コッペ、編集動画プラスツイッターってまだいけますかと。ケンちゃんどうでしょうか。俺おすすめしません。うん、まあおすすめしないということですね。俺はね、うん、YouTube コピペ編集動画プラスツイッターってこれってどういうやつ、トレンド動画どうなんですか。多分もともと人気あるやつをコピって少し編集して、 あの著作権、ちょっとダークな感じのやつ。そうっす。ああ、なるほどね。まあこれいけるかどうかはやってみたらいいんじゃないですかっていう。まあおすすめは僕もしません。おすすめはしないです。ただやってる人がいる以上、うん、まあ結構これはダークを攻める感じだと思うので、おすすめはできないよね。おすすめしないです。しないし、なぜならば長期的に稼ぐビジネスモデルではないので、これって本当なんかちょっと小銭みたいな、アカウントリスクを含めた小銭なので。そう、リスクの方がでかいんです。これって、うん、でかいよね。何も生み出さないというよりかは、なんだろうね、なんて言ったらいいのかな、
あの稼ぐための脳みそ作れない、これをやると。ああ、そうそうそう、そうなんですよ。要は自分でその稼ぐ力っていうのは生み出すことはできないと思います、うん、これはなんか言われた通りにただ機械的にただやるんじゃないですか、作業って。多分機械的にただあの他の人がダウンロードアップした動画をダウンロードして自分のアカウントにアップロードしてツイッターで拡散ってことですよね。そういうことです、うん、それってなんか生み出してますかって話で、やっぱ生み出す努力はした方がいいと思いますよ、うん、だったらそれこそオリジナルのなんか動画を撮ってきて、それを面白おかしく編集したりして。あ、そうそうそう、それだったらいいと思うんですよ。それでツイッター拡散をした方が圧倒的にいいです。例えば僕 YouTube でも昔バイン見たんですけど、バインまとめた感じ、バインまとめたまとめみたいな動画を作ってる人がいて、うん、2015年トップバインなんとかみたいな、そのバイン動画を集めてまとめして、それで何万回って再生されしてる人いましたね。それはなんかいい、あれ違法なの、どうなの。いや、ダーク、あれも違法ではないし、バイン自体は6秒の動画が1個なんで、ただただ、うん、であの人も公開しちゃってるんで、うん、著作権もあったもんじゃないと思う。うん、なんかね、なんかそのオリジナリティを入れるというか、うん、まとめサイトも一緒じゃないですか、うん、ま、YouTube のまとめサイトとか、まあ、今ネイバーのまとめサイトとかもありますけど、うん、結局あれもそのリンクを引っ張ってきてまとめてるだけなんですけど、でもまとめるだけでも価値が出てくるじゃないですか。ユーザビリティ上がりますよね。例えばバインのランキング1番2番3番4番みたいな感じで、うん、ブログでまとめてあげるだけで価値があるじゃないですか。だこの前僕検索したのがあって、 YouTuber人気 YouTuber スペース人気音楽とかで調べたんですよ。そうすると海外の YouTuber で音楽で個人で出してる人の人気をまとめたサイトとか出てきて、でそれ見て ありがとうみたいになったわけですよ。あ、これいいやみたいな、この音楽いいやみたいな。だ そのなんか、うん、そういう感じでやるとオリジナリティが出るかなっていう。まあ、言っちゃう、まとめはありなんですよ、うん、まとめはありだけども、あるものをただただコピるだけはなしなんですよ。あ、そうだね。そう、うん、まとめって、うん、それがその一つの情報だと、うん、まあ別に価値ないけど、まとまって初めて価値が出るじゃないですか、うん、言っちゃう、バインだって、うん、誰かがやってる動画を丸々コピったら価値はないけど、うんうん、面白い動画をまとめたら初めて見たい人に価値が出るじゃないですか。あ、そうだね。そう、面白い映像集とかもね、そうそうそう、なんか要は、まあ、テレビの企画とかでもありますけど、珍プレイ映像集とか、うん、NG 集とか、それをまとめてあげることによってその見やすくなるし価値が出るっていう。そういうことです、うん。まあ、結論言うと、まあ、この質問に対しておすすめはできませんっていう、まあ、一言で言ってしまうと、はい、おすすめしない上にやるんだったらアカウント凍結覚悟でやってくださいですね、うん、ということです。はい、うん、なるほどな。まあ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 、いろんな情報流れてるんでね、うん、まあ、でもね、こういうノウハウだって、うん、逆にそのダメな部分だけを直せばよくなる、ね、今みたいに良くなったりするんで、うん、だって YouTube プラス Twitter 拡散なんて、うん、常識の範囲当たり前じゃないですか。まあデフォルトでついてるからね。そう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 、うん、だったらもうツイッター拡散するんだったら、ツイッターの人が望むようなものを YouTube に上げてあげて、うん、それ拡散していい話じゃないですか、うん、そもそも論で、うん、なんでわざわざ危ない道を行くのかと、うん、あ、インスもうすごいですよ。さっき今、まあ、僕 LINE と Facebook とインスタグラム、これシェアとかこういろいろやったんですけども、本当に今いいねとかインスタグラムでもフォローされましたとか、すごい反応早いですね。ほら、 Facebook にシェアしただけですよ。 Facebook 今2記事ぐらい Facebook にシェアしましたけど、やったことっていうのは バインっていうコンテンツを作って、そこで Facebook にシェア、うん、であとは Instagram っていうのを作って、それも Facebook シェアっていうしただけです。そうすると Facebook を見てる人たちも反応してくれるみたいな、でさらにインスタグラムを見てるのアカウントある人たちはまたフォローしてくれるみたいな。これすごいね、この拡散機能面白いですよ。面白いね。しかも拡散が何箇所か一気に投稿できるじゃないですか。うん、楽なんですよ。楽だね、これ。そう、これすごいな。これもう最強じゃね。これをあとはうまいことアフィリエイトに転用してあげれば、うん、最小限の手間で最大限の拡散力を持てる。そうだね。いや、これすごいですよ、マジで今だ。僕これでなんか生きていけそうだな、これだ新しいね、まあ、まあ今でも生きていけそうなんですけどこれでさらに生きていけそうですっていうのを実は俺何ヶ月か前からやってて、うん、要はなるだけ少ない労力で多くの SNS に拡散して、そうそう、うん、で一気に集めこう広げていくってこと、ね、そうあ、これでも拡散力半端ないね。楽なんです、うん、で Twitter の拡散しやすいやつって YouTube よりやっぱバインだもんね。そうっすね、うん、
で、Facebook の、なんだろう、コンテンツとして、まあ、Facebook って写真と記事と動画だけど、でも動画って見られづらいじゃん。うん、見られづらいです。でも、倍ン6秒だから、見やすいやん。見やすい。うん、いいね、これ。あと、まあ、今、基本的に、倍ンの中で URL 貼る分には、確か、まあ、インスタと同じで NG、うん、NG とかまあクリックできなかったと思うんですけど、うんうん、それをじゃあ外に持ってったら、うんうんうん、ってなった時に例えばね、まあ Vine の方はもう捨てて、うん、単純に6秒動画を作るためと外部シェアのためっていう割り切っちゃえば、うんうん、URL つけて、まあ、Facebook 行くじゃないですか、うんうん、Facebook って本文から URL 行けますよね。ああそうだね。 Twitter って本文から URL 行けますよね。行けるね。やっちゃえば URL からYouTube に飛ばして本編を見させることができると。ああなるほど、ね、で本編からさらにリスト取りとか、うん、ホームページ誘導とかができると、うん、であとは、まあ、その YouTube もこう やることによって YouTube のチャンネル知ってもらってチャンネル登録増えてそこでもまた増えるわけじゃないですか拡散が。そうです、うん、でチャンネル登録が YouTube の場合チャンネル登録されるとこの人がそのアカウントに対してこの人はこのチャンネルに登録してますみたいな共有してるんですよね、うん、あれってねっしてる、うん、だからね、まあ、そういったなんか仕組みをこ うまく使うと、まあ、うまくいけるのかなと。あ、メール来ましたね。お、ありがとうございます。音符マーク。 YouTube にアップされてない海外の素人さんの動画を海外向けに綺麗にまとめて拡散してみますという。あ、それはありがとうございます。あ、いいですね、うん、あ、それはね、なんだろうな、価値というか面白いですよね。うん、うん、まあ、YouTube にアップされていない海外の素人さんの動画ってある場所にいっぱいあるんで。おお、ある場所にね。ある場所にいっぱいあるんで、ある場所にでそれすげえ再生数あるんで。へえ。あとは結局 YouTube 内でどれだけうまいこと、うん、で、あと海外の人に発信するんだったらそれこそ日本向けの方がいい。だってちょだったら外、うん、僕が思うんですけど、その外人の美人ワードみたいな感じでまとめたりとかの方が、うん、なんか海外のものを日本に持ってくる、もしくは日本のものを海外に排出するってこれ逆だと思うんで、どうなんだろう。いやもうそもそも、うん、Facebook じゃねえや YouTube ユーザーって、うん、日本人と海外のどっちが多いかって言ったら、うん、まあ、どっちでしょう。まあ海外だよね。でしょうね、うん、そしたら Facebook をどう活用するかって言ったら、うん、まあ、ちょっとお金は使っちゃうんですけど、うん、すごい安い金額で、うん、海外の人のいいねが買えるんですよ。あ、 Facebook ページって。なるほどね、なるほど、ね。まあ、2000円ぐらいかけてめちゃめちゃいっぱい集めちゃうじゃないですか最初のうちに。ああ、なるほどね。それでそのページと YouTube をリンクさせてあげて、 あげました YouTube に誘導しますで全部海外の人。ああ、なるほどね。そうで、まあ単純に出てる人も海外の人の面白動画とか、うん、まあ、セクシー動画、まあバンされない程度 ね、であれば問題ないわけない、問題ないじゃないですか。あ、それはすごい。そしたらこれ最速です。最速だね、やり方的には。やり方、うん、だってヒカキンもそうだもんね。ヒカキンも結局一番ボイパーカッションっていうのを海外のあれに向けてやってたらブワーってきたわけですよね。そう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 、あれがヒカキンの発端で、あれを海外の人が見てくれて海外の人が一気にブワーって拡散してバーってなったっていうね。それがまあ原点みたいな形でこう言われてますけど、やっぱ海外って日本のマーケットとも比べ物にならないほどありますので、まあそれやっちゃうとすごいいいのかなって感じですかね。もし今後ね、うん、今後 YouTube で稼いでいきたいと思ったら、うん、まあ、ぶっちゃけ日本の YouTube はほぼほぼ無理だと思います。うん、そうだね。海外に向けてそう発信していかないと、うん、配信していかないと。だから要は両輪回すっていうのがいいと思います。日本向けのもあれば、うん、まあ、海外向けのもあるって両輪ですね。だからうちの塾生さんの中でもやってる人がいて5チャンネルぐらい運営してるんですけど、それ全部海外向けなんですけど、日本のアニメのものを扱って、でガンダムとか、まあ、いろんなドラゴンボールとかいろいろあるじゃないですか、ワンピースとかで海外のとめちゃめちゃ人気なので、そのチャンネルを海外向けに配信して、それでアドセンス収入30万ぐらいだったかな、40万とか。マジですか。うん、結構いくね。まあでもそれ聞いた話が多分アドセンス広告下がる前だったから、うん、あ、今下がったって、ね、下がりましたね。だから前聞いた時はまだ単価高い時だったから、まあでもそれもよくね。まあでも実は言うと、うん、中野 TV チャンネルそれやってます。あの人英語いけるんで。ああ、すごいすごい。そう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 、なので日本向けと海外向けが実はあって、うんうん、だそれ、そういうのもありですよ。そう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 。だそれはめちゃめちゃ再生されるんで、ほんとね、ドラゴンボールのね、なんかベジータなんとかとかもね、めちゃめちゃ再生されてるわけですよ。何百万、何千万って再生されてますからね、ドラゴンボール。うん。鬼のように。
ね、いやあれはキラーコンテンツですよ。うん、だからあと昔見たんですけど、ドラゴンボールマニアっていうサイトを運営されてる方いらっしゃるんですけど、そのアクセスすごいんですよ。で、7、8年だったかな、もうずっと月100万ぐらいアフィリエイトで稼いでるんですけど、その人が一回テレビに出てたことがあって、それでまあ見た、知ったんですけど、本当海外からのアクセス半端なくて、もうドラゴンボールマニアって多分もうね、12年ぐらい運営されてると思います。もう結構前の話なんですけど。リスがある。お、来た。もう一度初めからかいつまんでお願いします。格差のこと前見てなかったのでごめん、許されるまとめ方など。うん、うん、どこまで言えばいいんだろう。うん、どこからだろう。どこからか。くれ。愛子ちゃん、どこから聞きたいか言っていただけると、どこまで戻ればいいかわからない。ちょっとお願いします。どこからなのか。あ、この、あ今 LINE が入ってきた。何？何？何？ちょっと見ない。ネットビジネスの吉谷さんは休憩長めにお願いします。あ、休憩長めに。なるほどね。あ、ありがとうございます。休憩長めリクエストいただきました。まさかの。あ、すげえ。今日だけで1、あ、今日、あ、今日出てないのこれ。1、10、100、1000万、10万、100万、3万。まあ、このドラゴンボールマニアっていうサイトがあるんですけど、ここがなんか毎月100万ぐらいのアフィリエイト報酬を得てるらしいんですけど、まあなんか一回テレビにもこの運営者さんが載ったんですよね。あ、このテレビ出演ってありますね。ここ、これ俺たまたま見ました。これテレビ出演ということで、あ、もう消えちゃってるな、ここのページ。でもここのサイトすごいです、本当に。これはもう昔からあるサイトですね。まあ俺が喜びそうなサイトっすね。もうめちゃめちゃここ本当にすごいんですよ、昔からあるやつで。うん、まあこれも結局最終的にその本当、まあ情熱持ってね、やってるかだけなんで、すごいですよね。まあそれを作るのは情熱しかないっすね。うん、情熱で、ね、作品作ってから。うん、作品作ってからってどういうことか。あ、 YouTube の作品のことかな。じゃあ多分バインの作品、バインの作品、 YouTube の作品、バインか YouTube どっち。うん、多分でも YouTube の話をしたか。 YouTube は、うん、してました。あ、 YouTube と Twitter か。そう。まあ実を言うと、まあ、1個だけ不安材料あるんですよ、こういう長時間配信やると、うん、めちゃめちゃノウハウボロボロ言うじゃないですか、うん、まあ結局今後それはまあセミナーとかのバックエンドになるようなものを言ってるんですけど、うん、要は実践すれば確実成果が出るレベルのものを言うじゃないですか、うん、聞いてる人が全部やったら絶対パンクするなって。パンクするっていうのは、要は全部聞くじゃないですか、うんうん、やろうとしたら絶対できる量のものじゃないって。ああ、まあ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 、そうだね。まあ100時間も話してるからね。そうなんですよ、うん、なんでもし実践しようと思ったら自分ができるところをやってください。うん、いや一つ一つでいいと思いますよ。一気にやろうとしないで全部吸収しようとすることはないんで、うん、あ、メール来ましたね。 ありがとうございます。日本向けの面白系などのコメント欄に稼ぐ系のプレゼント付きのメルマは、行儀悪いですよねと。うーん、僕の意見としては別にどうでもいい、どっちでもいいかなと思います。行儀悪いかどうかはユーザーが決めることなんで、興味があれば登録するっていうだけの話なので、うーん、僕の意見としては別にどっちでもいいかなっていう。ユーザーが決めることじゃないですか。それが欲しければ登録するし、別に興味なかったらスルーするしだけの話なので、うん、どちらでもっていう感じ。これはケンちゃんの意見は、そもそもそれ見に来た人が、うん、仮想系の、ね、うん、面白系とか見る年代があるじゃないですか、うん、まあそうだね。だからまあ多分そのターゲティングは全然できてないですよ。ただ、うん、YouTube って本当いろんな人が見るので、その子供を見れば大人を見る可能性もあるのでっていう。ただその行儀悪いっていうことに対して別に僕は行儀悪くないし、うん、別にどっちでもいいのかなっていう。行儀は別にいいと思うんですけど、うん、まずそもそもそれを見る年齢を考えたら、うん、やるべきかやらぬべきかっていうところを考えるべきだと思います、うんうん、なるほどね、はい、まあそういう感じですね。まあ僕の意見としてはどちらでもいいと思います。面白系の動画ですよね。面白系ってまあいろんな人見るので、不特定多数ですよね多分、うん、
まあ、子供もいれば大人もいると思いますので、まあ、興味ある人がいれば登録あるんじゃないかなと思います。ただそのセグメントはされてないので登録率は悪いと思います、うん、まあもう一個言っちゃえば、うん、じゃあそれが有名になりました、うん、すごい話題になりました、うん、面白動画で出てます、うん、コメント欄が、うん、稼ぐ系のプレゼントあげます、うん、って出てたら、うん、あれって思う人増えないですか。まあ、それは一発話題的にドーンと上がります、うん、ドーンと上がって、じゃあヒカキンたちがそれをやってるかっていう話なんですよ。ああ、それやってないね。ですよね、うん、じゃあなんでやんないかって、それがあったら、うん、あれって思う人がどん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 増えて、結局ドーンっていってこうなるっていう。ああ、ただの一発やと思っちゃうし、多分ね、見せ方だと思うんですよ、うん、例えばそれをその例えば誘導をブログに誘導して、そのブログでそこのブログにもコンテンツがあってアドセンス広告があるって、うんうん、普通じゃないですか。例えばこれでセグメントいいマネタイズするんだろうな、面白系の動画、面白い情報を見てる人じゃないですか。じゃあもっと面白い動画はこちらにまとめてますって言ってブログに誘導して、そのブログで面白いコンテンツをまとめてアドセンス広告貼ればいいんじゃないですかって話で、それが多分綺麗な流れだと思います。イエスだよね、うん、だからまあ一番綺麗な流れはそれだと思います。でもしリストを取りたいんだったら、僕がこういったサイトを運営して月5万稼いでる方向興味ありますかみたいな、ちょっとねさりげなく入れとくっていうさりげなくっていう、もしくはそれをまた別個の、うん、別個のページに飛ばすとかね、そうそう、とかもうそのまま別でアメブロとか作っちゃって、うん、そのノウハウとしてちゃんと配信してあげて、うん、僕が動画を使っていくらいくら稼いだ方法って言って出してあげればいいです、うん、それと絡ませなければ、うん、だまあ、一番いい方法はだって面白い動画見てるわけですから、もっと面白い動画をこちら あのサイトにまとめてますって超自然じゃないですか。超自然じゃないですか。でそこのサイトにアクセスしたらアドセンス広告とか、まあ、ちゃんと、ランキングとかあって、面白いのこうあって、でアドセンスとか貼ってある、これ普通ですよね。だそれがいいんじゃないかなと思いますけど、多分これをもしやこれを今のやつを YouTube 内でやっちゃったら、うん、まあ、もし今の人が、うん、まあ、YouTuber を目指してるだろうと、うん、そしたらまずその可能性自分で蹴りますからね、うん、なるほど、ね、そう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 、うん、作品作ってから YouTube、だんだん分かってきたけどがむしゃらにやるっきゃないですね、ターゲット絞って。だじゃあ愛子ちゃん、じゃあ分かってきたってことですね。まあ基本的に YouTube に関してはデフォルトで、うん、あの Twitter の拡散っていうのがあるんですよ。だからもうボタンを押す、デフォルトで押すかどうかだけなんで、あのこれは管理画面入れば分かります、まあ、チェックボックスあるんで、うん、だからチェックボックスにチェック入れて、投稿すれば拡散になります。はい、これは管理画面見てください。まあ、あとはがむしゃらにやるっきゃないですねって部分なんですけど、うん、まあ言っちゃえばどういう動画を配信するかによって、どこをどうどこの媒体をどういうふうに使っていくかっていうのは若干変わってきます。うん、そうですね、そう。年齢層だったり、まあ性別だったり、うん、あとはそれに合わせて、ね、媒体選んで、うん、そこで拡散して集めていけばいい話なんで、うん、まあ逆にどうすっべーってなったら、その時は吉田さんに聞いてください。うん、はい。言うだけ言ってぶん投げる。まあ本当はでもね、大事なのはまあその SNS の特色を理解するのと、あとは理解した上で僕はこうやるみたいな、なんか一つのなんか指針みたいなのがあった方がいいのかなっていう、うん、だから僕も Facebook の運用の仕方はこうだって決めてるんですよ。だからそのなんかなんとなくやるのが良くないと思います。うん、だその使い方を自分の中で定義づけて、これはこう使ってるんだっていう定義づけ必要かなと、まあ、その特色を知った上でですよ、うん、なんかほとんどね、なんとなくやってる人がいいんですよ、多いんですよ。 YouTube は儲かるからなんとなくやってみようかな、まあ、悪くはないんですよ、悪くはないんですけど、で YouTube の特性ってなんだろう、 Twitter の特性ってなんだろうっていうのを、ある程度そのルールじゃないですけど、例えばなんだ、バスケットボール、ちょっとバスケ、じゃあ中学校に入りました。中学校に入ったじゃないですか。で、部活動誘いになるわけですよ。で、綺麗なマネージャーがですね、バスケ部いいよっつって、あの子綺麗だなっつって、なんとなくバスケ部に入るじゃないですか。なんとなく入るわけですよ。でも、バスケットのルールわかんないと、そもそもできないんですよね。一緒で、YouTube のルール、YouTube には YouTube の市場のルールがあったりとか、Twitter には Twitter のルールがあったりとか、その市場の特性があるので、そこやっぱちゃんとルールを理解しないと、そこで戦えないじゃないですか。いくらドリブルが上手くなったとしても、いくら足が速かったとしても、バスケットのルールしなかったら、試合参加できないですよねって話で。どうですか、今、例え。
バスケ部バスケ部まさかのバスケ部あの中学校選抜メンバーまさかさせさせどうでしょうか今例えばあそこにルールあるんでね、うん、そうそやってくれそう、まあ、ルールない分かってないと無理ですよね、うん、なんでまあまあまあそんな感じでございます、はい、ありがとう自分らしさが大切だねってそうですあの結論そこですね、まあ、まあそうですね自分らしさですね要は色ですね要は今って本当ライバルいろいろ言いますのでやっぱ違う色を出していかないと全然その見てくれないんですよだってもう埋もれちゃうじゃないですか自分らしさっていうのを表現してでその自分らしさが他と違うから興味他の人が持つわけなのでだからインスタグラムなんてすごく分かりやすいと思いますよインスタグラムって写真で表現するだけじゃないですかでさっきもちょっと見せましたけどみかんだけでもあれだけの表現方法があるんですよみかんっていうハッシュタグをクリックしたらみかんの写真を撮影してる人いっぱいいましたけど撮影方法が全然違うわけですよたったみかんを撮影するこの現象だけに表現方法が違うとこれすごくないですか？な自分らしさのみかんの取り方とかねそれがファンを作っていくというか興味を持ってもらうっていうのがきっかけなので、はい、あの一番自分らしさが強く出る媒体何かって言ったら、うんまあ、画像で言えばインスタの右に出るものはないです、うん、そうですねそうそうそうインスタグラムはやっぱね画像でいかに表現するかっていうのを競ってるので、うん競ってるなそこそうです、ね、めちゃくちゃ競ってるんでそのね切磋琢磨できると思います嫌でも目立とうと思えばレベル上がるんでそうなんですよだからインスタグラムのライバルチェックするじゃないですかあこれ綺麗だなこれ綺麗だなめちゃめちゃかっこいいかわいいとかも見ててそれを頭の中にインプットした状態で写真撮るわけじゃないですかで写真撮ったらあこれライバルに勝てないんだねもうちょっと違うアングルで撮ってみようかなそこで思考改善が生まれるわけですよでそうなってくると上手くなるんですよねで上手くなるとその上手くなった作品っていうのは他の人からあこれいいねと思われるようになるわけですよだそこに試行錯誤がない作品っていうのはやっぱ見られないわけですよなんか工夫してるなっていうところに味が出るので以上ですでそこまでいったらインスタじゃなくてそのレベルの写真を Facebook とかで使ってくださいああそうですねそうするとそもそも Facebook ってどっちかっていうと文章媒体じゃないですか、うんうん、文章プラス飛び抜けた画像が入ってくるんですそうしたらそうだねそうまあでも Instagram も要は結局 Instagram の写真も Facebook にシェアできるので、うん、はいまあいろいろできるわけですいろいろしましょういろいろやってくださいということで今ちょっとさっきねあのケンちゃんの LINE にも入ったんですけど休憩時間長くしろと主に、はい、ということで、今から15分間もう休憩させていただきます、まあ、朝からもずっと見られてる方ありがとうございます、15分ちょっと休憩しますので11時15分、になったら、やりますで次45分ぐらいやまあまあとりあえず15分休憩しますので、まあ、トイレ休憩行くなりまああとまあ質問がある方は事前に質問送っていただいても大丈夫です、はい、あとむしろこの休憩中の間に質問考えておいてくださいはいですね、はい、では一旦11時15分まで休憩入りますありがとうございましたいいっす